しかったな。ソイさんに勝った時だと、あの6戦目の相手のところが俺の中のベストカウトだったかな。まあ、チョピーは全部チョピーで全部相手か一発で全部勝った相手になってないよ。ジャンケンでしょ、かっこいいな。いいな、俺今日俺の日だって思ってた。なるの削ったんで、まあ、の5枚目、新鮮の2枚目、まだ毎回は、まだ。しかも全部初段でできないんで、キャプターとかトップ体験するときは割となんちゃらバンバンって言って勝ちで、まあ、ギアとかあるとは山回って、あの下にしてた赤門で戦はさ、アップライスの部分山札を決まったので、ダブルタウン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 シャッフルすぎでしたっけ。なっちゃシャッフルすぎでしたっけ。どっちでもいいっすね。天候ダブルタウン4枚いい、アーキオス1枚いい、あとは比率かで、クルスター1枚いい、カリオ1枚した。1日やっぱ…あ、違う、カリオ4ランドした。そうね。終わったね。終わった後。連打したいタイミングはどうしよう。あります。かわいそうだな、それ。さすが。探せやもん。何回行くか。何でか、あれ多分。大体とかはある。最後、チックだね。なんだっけな。どうしようかな。あ、一緒にヘビオール。あ、違う、あの、サイドチェックだるいからさ、フリーだと見たことないっていうと、めんどくさいじゃん、時間かかるし。なんか3分、サイまあ、1人分サイドチェックする時間を削れば5分回せるからっていう、加藤さんとやるときはサイドチェックしない。で、大会になったらすよね、各週は。やっぱミュウとか、それもディアマントミライドンとかやと、そうじゃん。ポケモン置けなくて、そのまま来たみたいな。え、高かったよ。いや、それはどうなの？三千円くらいじゃないですか。高いですよ。高いですよ。高いですよ。無限に高いになりました。ちょっと CL 出るときに気合い入れて買ったんですけど。京都？いや、だいぶ前です。愛知ですかね。愛知。じゃあお願いします。あ、じゃあ1枚もらって。どうぞ1枚。あ、ワンステンスマンの人に承知するだけは耐えたことないけども、スピンに負けたっていう。あ、耐えた。これくればそれは耐えてる。そうです。なるほど、怖いですね、これくれ。もうこれしか使わない。あ、でもいい。あれ、新しいことのおかげでこれくればまだ安泰そうでいいね。ですよね、ですよね。結構、そう、その通りです。まだまだ息が長そうで。しかも結構、結構残すんで、結構いいデッキですよね。そうですよね。いや、でもロストほどじゃないです。いや、でもロストはもう羽ばたく髪がもう強すぎて、強すぎて。そうですね。ちょっと2月に CD があるんですけど、ちょっと使うのはどうしようか。今の未来の試合とかも考えても結構そうですね。そうそうそう。まあでも、ピラミッドであんまミスシンクはしたくないから、まあね、そうそう。はい、1枚いきます。じゃあ、これくれ。はい、マナブ。結構やばいな。びっくりするぐらいやることないな。この後はね、やるよ。はい、はい、はい。じゃあ得意の連続コイン投げで。ああ、なるほど。ちょっとこの前これで80いったんで。あ、ちょっとそれは全然ありません。それはちょっと頭の方に出さないと。そうなんだよ。連続コイン投げ発動して。行くよね。行きます。はい、ちょっと。基本行く。ダメだ。ああ、よかった。ちょっと危ないです。キャンマーコーナー。出ちゃわれます。あ、ごめんなさい。やべえ。これをね、これやるんだよ、練習で。いや、わかるよ。これはこれ、多分前に打たないと勝
かなりきつくて、うまい、ピザは3人でもいると思うんで、加藤さん、助けて、無理っす、どっち取る、どっち、いや、マジでどっちか、どっち、これ、これや、これ、ないないな、いやこっちかな、無理じゃない、好きじゃない、突き取る、突き取らないと、お話しながら、そもそも勝てるもん、勝てくね、マスシバターな、値上げにも減ってるから、スーパーエネルギー回収で1枚で3枚で150、とかダメージ効くんでしたっけ、効かないですよね、よかった、はい、1枚で、はい、で、今日は前で1回、いやー、そうか、どんだけ回せるかって話かな、え、すごい、はい、はい、じゃあ
に渡して、ね、はい、ワンパンです。はい、34,450円。じゃあ、どうぞ。あ、これでか。うん、ボーナスコイン。だから、はい、2枚。殴るとしたら。ちょっと変えていい？はい。ペッパーからちょっと変えていい？はい。難しいな、これ。ちょっとペッパー使う前に。はい。毎日ペッパー使うんだけど。うん、多分アメときついなぁ。あ、そうだね。ほとんどデボレーション。きつくないと困りますからね。大丈夫ですよ。はい、どうぞ。で、これも手札、エネルギー5枚ありますからね。はい。うん、僕も気づかなかったね。いや、いいっすよ。クレイグで200点。あ、そっちにしときましょうか。やっちゃった。あれ、これ気にしないでください。これクレイが弱点だったから間違えちゃった。はい、じゃあ1枚つけます。あ、でもね、もうしょうがない。気に落ちるのはやばいね。ちょっと、きつい。まあでも穴抜けで一旦殴る。まあそうか、殴れるのは。いや、きついな。まあ殴らないって方もあるんだけどね。やばい、はい、ハイパーボール、はい、どうぞ。あ、集大が録画にされてしまった。ジラチ、はい、どうぞ。あ、なんていう状態だこれ。はい、はい、そんなロックが早いの。いや、ま、回しを上げて、あのスピード上げて。あ、ミスった、うん、ミスりましたよ、私。攻撃できなくなっちゃった。いいっす。はい、あ、すいません。ここに1枚と、うん、集大を晒し、僕も集大を晒しました。エネルギー間違えて捨てちゃった。まあ、2、3日前払うのもありだけど、まあ、でも並べたらな、美味しい。まあ、1枚これは T シャツ。いや、この月行くのか、先手に持ってほしい。そうなの、ね、ここと、多分ワンパンしちゃってください。こっちは死んじゃうんですね。あ、そっか。まあ、それで、まあ、でも1枚取ったら勝ちって、うん、そうなんだね。クレイグルで、はい、まあ、ちょっとさ、まあ、加藤くんの参考にしながら。あ、でもこっちも2枚と、はい、2枚もあります。これは何しようかな。あ、そうです。今日は3役だもん。1枚引きます。あ、そう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 、うん、じゃあ作業員、うん、あ、じゃあ、あ、引いてからです。あ、もう引きました。あ、はい、作業員も引きました。はい、3枚。あ、ひどいなこれ。負けだな。手札がひどすぎる。気難しいところですよね。攻撃がどうしてもかかっちゃうんで。とりあえずもうやることないんで、これだけ戻してターンエンドにこれ。わ、はい、かんない。じゃあ、一緒にわかんない。こういう動きは。ちなみに僕大ミスしたのはこれ、
これ、はい、これでそう、いずれに落としたんですよね。あ、ミスった。そうですよね、考えながら。あ、負けだ。ミスった。お互いにちょっとお互いにね、お互いにちょっと変な向きになってるよ。お互いにやらかした。動画止めましたね。あ、止めちゃった方がいいです。止めちゃっていいんですよ。はい、じゃあ止めます。はい、お互いに。